先日行われたゴリパラ100旅記念トークライブ。ゴリパラキッズの皆さんのおかげで大成功。絶対刺身食うってなった。熱く熱く御礼を申し上げます。足掛け4年にわたりお送りしてきたゴリパラ見聞録、実は今回の目的地が記念すべき100旅目なんです。せっかくなのでライブ会場でインタビューを決行しました。最北端の場所、宗谷岬。はい、噛んでるから、ね、噛んでない。京都。京都。息子なんですけど、息子の家を私は見たことがないので、はい、部屋の中をちょっと見てみたいな。沖縄のドラゴンボールっていう食べ物があるんですよ。あのドラゴンボールですかね。あのドラゴンボールかわからないんですけど、それをちょっと確認してきます。あのドラゴンボールじゃないでしょ。あると思ってたわ。だとしたらもう解散だぞ。しっかりしてくれ。7つ集めて頭良くしてもらえ。中岡慎太郎の聖火と、竹地半平太の、あの家に行ってますね。そこ行きましょう。いやまだ網であるから。あ、網だ、網だ。戦国時代が好きなんで、安土城跡で。ABCD を決めていただきましょう。うん、誰でもいいですか。どうしようか、誰でも。橋本さん誰も。橋本さん勝ってもらって。B で。B にしましょう。せーの、あんみだくじ。あんみだ。あー！この回は最北端。くそー！合ってるよね。合ってます。今回のゴリパラ見聞録は記念すべき100旅目。最北端の宗谷岬へ行ってまいります。おはようございます。そして後日っていうことで、どえらいとこ決まりましたね。だってもう俺の中じゃもうドラマの中の北の国からの北だから、北の国からの北だから、もうちょっともうテリトリー外やわ。俺がテリトリー外だよ。今回あのペペが CS のゴリパラのオファーがまたあって、それにペペが出てるんですよ。東京で集合なんですけど、まあ多分撮影できないんで、稚内空港からの矢野さん。矢野さんで、稚内の矢野です。そう、行ったことあります。行ったことないですよ。本当の北の果てでしょ。そうだからロシアだよね、見えるの。ロシア見えるんですか。マラッカ海峡とかじゃないし、違ったっけ。マラッカ海峡とか違いましたっけ。初めて聞いたわ。マラッカ海峡。電波入る、電波、まあ、それは失礼になるか。電波入るでしょ。ロシアじゃないですから。そうか。これでさ、あの、仮払いを。ありがとうございます。仮払いいただきましたんで。これやばいよ。これでもう絶対これだけしかない。封筒で。このジャンタクってこれ、空港行き？これちょっと南市音の番組で。ここまで。やったぜ、浮いた。すいませんね。申し訳ないです。すいません。ありがたかったな。余ったお金でアイスコーヒー飲もう。いや節約せないかやろ。じゃあそっか、もう稚内で。信じられない。稚内で会いましょう。サビ超サビ。あ、どうも。いや、これですテレビだから。演者だよ。熱狂的な方じゃない。演者だよ。寒いわ。長袖だったわ。もう冬の前ぐらいの感じですよね。秋。そうそう。秋。びっくりすることにもう雨だわ。何十万かけてきたのに雨。天気は変えんからな。さあ皆さん、はい、未開の地、稚内に。20.5度。20度だって。これもう北海道感が来てる。
俺のアウーが出ないから天候なんかな。まだアウーじゃないんですよ。なんでお前が決めるんだよ。そもそもアウーって何なのよ。北の大地走る時出る音楽じゃん。お前阿蘇でしたよ。阿蘇で出た。阿蘇で出てここで来ないの。いやまだまだでも北キツネとかクマとか出てくる可能性あるよね。これ山にいるんじゃないの。あと夏だからね。うん。あ、冬眠してんのか。お前ら大丈夫か。冬眠ると書いて冬眠だぞ。ちょっともう信号がないんですけど。信号全然ないよ。オホーツクじゃないもんこれ目の前。オホーツクかい。向こうロシアってことでしょ。もうロシアよ。見えるんじゃない。今日はウォッカ行っちゃおうかな。お前ほんとかぶれるね。建物がちょっと違いません。下の建物やね。温めるやつがあんのよね冬。何を何を。あのね暖炉じゃなくて。暖炉じゃなくてなんか上になんかパイプみたいなのがあって循環させてんのよ。なんかそうなんですか。確かもういいや。もういい。今どこ向かってんの。稚内市内にあの稚内駅とかがある。端っこもいいとこやね。全部最北端やもん多分これ。全部ほぼ。せっかくだと野沙布岬行きたいな俺は。野沙布岬って知らん。いや名前だけ聞いた。人情岬と呼ばれるトンネルさんが歌出してんのよ。野沙布は人情岬って歌なんですけど、俺はその歌を初めて高校3年生の時にカラオケの番組に出てテレビに出たのよ。自分の原点。すごいね。ほらほらほら野沙布。野沙布って書いてるよ。野沙布アイヌの言葉になってる。なまってるみたいなこと。いいね、そういうのが本格的で。テンション高いですね。だって最北端だもん。今最北端のコメディアンじゃない俺たち。そう。どうしよう。コメディアンとしての誇りあるだろ。コメディアンってなんか恥ずかしいっすよね。皆さん、はい、お腹めっちゃ空いてるんですけど俺。どうですか。いや俺もよ。2時半だよもう。うわ。あと2時間我慢すればもう。まあでも。1個なのな。いいんじゃないのサクッと。サウナだと思って水風呂に入る感覚で。いやそれはもう刺身食った時うまいんじゃないかなと思うな。いやでもそれは俺はペペと。いやだから喋ってるやん。今日は追い込もう。俺はペペの追い込んだ時の刺身食った時の表情を見てみたい。いやでもそんな変わんないですよ多分。ただああいうのもあるよ。そうや黒牛。うわそうやって出てきちゃってるね。いやもうそうやそれじゃあのいやそういうことじゃなくて。いやさすがコメディアンやな。そうややからそうやっていうコメディアンはやっぱすごいな。ここはもう魚の町だわ。意外と小樽とかよりも上がるかもな魚は。小樽もぐらい上がるもん小樽。まあ僕の勘ですけどね。みんな小樽に行きがちやけど俺は稚内を押すな。何も知らん。何も知らないでしょ今。全部予想で話してるけど。適当言いやがってよ。情報番組やったら怒られる。いやいやもうそらそや。そう稚内駅です。えあ、ほんとだ書いてある JR 稚内駅。新しいやってる。来たことないけどあの新しい建物なんで新しくあれなってるはずです。ふわふわしてんな。寒いな。ほら書いてあるよ。書いてある。ほらこれがってことね。これが最南端行ったもんね。最南端はこれだけ残したってことですね。新しくして。そういうことや。僕はもう終点だ。乗り過ごすことがないんだ。稚内の人は。どんだけ寝ても起こしてくれる。それはもう別に。どこでもそうでしょ。いやでもどこの終点でも。どこだ福岡空港行きの地下鉄でも乗り過ごすことですね。でも稚内だった場合はもう確実に。で福岡空港も乗り過ごしてないよね。地下鉄やったら最終的な。いやでも折り返しでしょ。これも折り返しはするよね。だからここに限ったことではない。それは。もうツッコミがひん曲がってる。顔と一緒で。もう顔のこと言うなよ。やめろもう最北端で喧嘩すんの。痛い。やめろやめろ。野沙布岬ね。野沙布って何なんですか。野沙布岬がこっちの言葉で野沙布になってんだろうな。行こうよ。人情岬だからゴリさんがちょっと行きたいといういつか行ってみたいなって気持ちあったんですよ。俺はそういうなんかことがきっかけになってまあテレビっていいなとかって。ペペ君は何で目指そうと思ったの。いや俺は笑っていいと思ってて、うん、あタモリさん一日1時間だけ働いて飯食っていいのかと思って。あいい仕事だなと思って。ペペから誘ったんでしょ。まあそうね。あまりにもやっぱ矢野さん未来に対して何も決めてなかったと思います。とりあえずもう働きたくなかったんですよ。なるほど。巻き込まれたっていう形で。いや俺もでもこれは楽だなというか
楽なイメージだったみんな笑顔になってるじゃないですか。そうだよね、出てる人たち楽しそうで、まあその裏ではもう皆さん努力がすごかったそう、ね、もう今になってわかるけど本当やな、うん、やめとけよかったさあそんな中もう間もなくノーシャップですよ。なかなかの道やな、ね、トンネルズさんがここを歌ったんだね。何をもって人情岬なのかっていうのを知りたいんだな。灯台みたいなの出てきた、あれあそこってことかな。いやそうでしょうね、ちょっと雰囲気あるね。ノーシャップ岬2番目に北にある。いやそうだね、ここがその堀さんが大好きだった曲、あれがノーシャップ岬さ、人情岬ってやつですねっていう、あ語りがあるんだトンネルさん。でノーシャップって書いてるけど何回も言うけどさ、えここよ、あれがノーシャップ岬さ、人情岬ってやつですねちょっと若干ね、やんわりモノマネしてるんですよ。さあ、ノシャップ。この景色やばくないですか、ちょっと。なんかちょっと幻想的になって、この曇った感じが。何あれ、まさか。ノシャップは人情岬、過去の傷も古い名前も。手を叩け。恋に破れゆくあてのない女のための岬さ。すごいよね、めっちゃテンション上がってません？気色悪い人情岬のあれを聞こうか。ノシャップ岬のあの人情岬って呼ばれてるんですかね。ノサアップはっつって人情岬ってノシャップっていうのはね、はい、あの根室にあるんだわ。え、別物ってことですか？別物。別物？全然違うと思うんだけど。こっちからよ。すいません、ありがとうございました。塗り上がったな。いや、これはでも、おい、俺のせいなのか。何がさ、あの地元なまりでちょっと言い方が違う、いいねとかって言ってたけどさ。ノシャップとノサップがそんな近場に同じ県にない、それはもう俺のミスじゃない。誰のミスですか？ノシャップ。ノシャップが悪いってこと、うん、トンネルさんが悪いってこと。トンネルさんと秋元です。ごめん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 、いやもう謝った方がいいよトンネルさん。ごめん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 、全然関係ないってこと歌ってたんでしょ。そうよ、ただ裏切らないものが一つある。刺身だ、来たてーてー、いやいや一人決まってないよ一人こっちが入った、決まってない。刺身は裏切らない。なんかなってる。もうすげえ、これ身だよ。なんこれ、食べてみろよ。いやダメだろ、落ちてる落ちてるやつ、いけいけいけ、毒はあるかもしれないもんね。毒は可能性ある。いや、いやこんなので毒はないでしょ。全然いけると思うよ。じゃあ行ってよ、ってよ、じゃんけんしよう。じゃあ俺らそんなもん腹減ってないよ、1本まで待つって言わないから。お前は腹減ってる、腹減ってる。それだったらもう許すよって本当わからんよ。青いやつが赤くなるときって大丈夫だって。死ぬことはねえわ、しびれるぐらいや。嘘、酸味、酸味、酸っぱい、超酸っぱい。これだダメで、ダメでした。だ、何でした？ハマナスというもので、うん、基本的にはあの食べれます。あ、マジで？はい、うん、よかったやん。ただちょっと口のこの辺についたりするとかぶれるってあの肌が弱かった人はすぐ洗ってきた方がいい、うん、なんか本当バチが当たるというのを教えてくれる人ですよね、うんうん、大丈夫、ね、心なしかちょっとヒリヒリする感じがする。いやいや大丈夫だろお前すごいな、ナイブすぎる。どんだけ弱いメンタルよっしゃ、どっち行きますか？町だから。せっかく来てますから、うん、もう巡らなくていいんですか？何結構聞いてるんですか？ノシャップ聞いてますね、もう僕は根室だからノサップは不安なんですよ、唇。まだ言うてんの、メンソレータム塗っとけ。もういや、メンソレータム万能薬じゃないですから。ちょっと後部座席それぞれへこむのやめてもらっていいですか？チャーッエゾバンヤ、もうすぐ近くよ、行きましょうよ。ここでも冬雪が積もってた時来たらめっちゃオアシス見えるやろな。オアシス、オアシスってどういうこと？雪の中で飲食街のあれが見えたらすごいオアシスに見えるんじゃないかなと。みんな砂漠っていうイメージあるかもしれないけど、オアシスっていうのは、うんうん、今冬で例えた。謝れる？ごめんなさい言い間違いとかじゃなくて、もう言ってることがよくわからなくなってきてるね。伝える仕事じゃないですか、うん、はい、そうだよな、はい、あまりに勝手だよね。なるほど。最北端に来てんのにオアシスって言われたらもう台無しじゃないですか、うん、勝手なんだよ。いや、まだ終わってないよ終わってない
行こうとしてる。まだもうちょっと今日一日喋らないようにしてみます。ちょっと縫えよ旅だ。なんでまだそんな荒治療せないか。ね、荒療治な。荒療治。もうやめよう、もう酒飲もう。もうオアシスって言ったぐらい、そんなみんな一旦止まろうとかっていう空気、それはもういかんよ。犯罪起こしたぐらいの感じやから。起こしたね、起こしたじゃん。ちょっと一旦止まろう。もう止めんといてくれ、もう行こう。もう行けないじゃん。今回はホテルおすすめのこちらで一献です。でーでー天狗桜。鹿児島では。あ、これ鹿児島。ごぼーい。これはか九州のとこくれてジョッキで焼酎飲むんですけどね。いや私も家帰ったら面倒さいからね。あ、そうっすか。入った、負けた。入った久しぶりです。さすが湧かない。うまーい、うまーい、うまーい。我慢した甲斐があった。やばい、うまい。我慢したからだよ。めっちゃうまいよこれ。俺そうしてた今まで。矢野がテンション高いの。なんか刺身にね。ちょっと待ってくれ。なんか鼻につけて。なんか低かったら低かったらダメで、高かったらダメなの。いいのよ。相方がはしゃいでるのが恥ずかしかったんだ。だとしたら毎回それを恥ずかしいのペペだから。そう、毎回俺そう思ってるから。うまい。ホタテ旨味成分の集まりやもんな。ホタテ旨味成分の集まりなんだ。そうなんや。なんかあるんよ、なんとかなんとかっていうのがあるんや。何一つ出てない。何一つ出てないね。これだ。うわー、じゃがいもの上に塩辛ですか、これ。そう、最高の酒の。何見えますか。塩辛ですよ。すいません。圧倒的にさ、いじられんの早いよね。ママのあの、俺嫌いじゃないな、でも。下の。うわ、いいね。斉藤食えないから、ちょっと俺が斉藤。いいよ。これは、すげえの作ったな。辛いの海鮮丼です。え、オーケー取ってない。自分がもう、配分のやつ取った。絶対海鮮丼という名前が。絶対配分のやつやって。いや、これごちゃごちゃして食うの好きなんだよ、俺。顔もごちゃごちゃしてるもんね。お前が言うな。うわー、ホッケの分厚さすごくないですか。俺この香水やったら買うわ。めっちゃ猫来るで。骨だけペペうまくいける。え、なんで俺羊なの。あの家政婦じゃないですけどね。うわー、ど真ん中。これ違うわ。この博多のホッケと違う。え、違う、どう違うんですか。ん。これがあの名物、この辺にしかない。これはうまい。嘘、本格的なニシンなんて私食ったことないもんな。うめぇ、白身魚。青だと思うよ。青。サバと一緒。もうふわふわ。日清めっちゃうまいやん。いや、カップヌードルなるから日清でしょ。あ、ね、日清って言ってるから今日もう伝えたんだ。ようやく俺たちが生きるな、うん、おい。高揚感、お待たせしました。やっとね。うんって、こんな本業に入れるわ、うん、宝の財宝がいるのに。お前宝なじみや。ゴリケンが同じ事務所の先輩であることに恥ずかしさしか感じない今日この頃ですが、お酒も進んで CS 放送の話に。今回の全国放送のやつでどういう感じの絡みをしたのかちょっと教えてほしいな。前半で斉藤がお金がないって言ってないですよ。斉藤さん、本当にお金がないからない。いや、あいつ本当にないんですよ。俺も金貸してるんですよ。オリバラ面白いってなってる。なってる。こんな嬉しいことあるか。ねえ、CS でレギュラーになれそうなの。リアルに 90%。 そうだろ、売れちゃうじゃん。ちょっと 90? え、それいくら入んの。金の話やめろよ。俺80万貯金あることになってるからやめろ。え、なんで嘘ついてんの。それいろいろ給料の金合いで。でも今ゼロなのから。ゼロじゃない、マイナスじゃん。俺にも借りてるしさ。え、まあ、僕も貸してますね。じゃあもう、トミさんも。トミさん貸してんの。言っちゃったー。言っちゃったー。もう言っちゃったの終わり。いや、俺ね、借りた瞬間いた。うん、めっちゃナチュラルやった。っていうか、今たまたま手持ちないけん、ちょっと貸してくれますかって感じ。銀行にあるみたいな空気。いや、もちろん。いや、そんな話でしょうね。何したの。パチンコ。トミさんに3万、ペペに11万やろ。で、嫁に80万ある貯金があるって言ってるから。だから今100、
100万が必要俺には。もうお金なしやめようよ。もうでもお金じゃん。お金が一番になっちゃダメでしょ。それはお前はそれ貯金あるからいいよ。お前それだけ使ってるわけでしょ。使っちゃうんだもん。一回俺に預けてくれん。お前を管理する。なんでお金なくなっちゃうんだろう。使うからでしょ。身の丈に合った使い方してないからでしょ。常に偽にしといて財布には。なんなんこの話。すいませんちょっと今日嫁がさバレリーナなんだけど、今度来る男性役の人と飯食いに行ってるらしい。あ今日娘はいつも泊まりに行ってるとこ泊まりに行ってる。なるほど。それちょっとまずいんじゃない。じゃあ俺今から電話するわ。やめとけ男性の人と飲みに行ってるっていう情報を娘から聞いたよ。直接は言われてない。聞いてない。ちょっと待って待って、それもう本当怖いわ。密かに言ってきたよ。明日飲むとよ。そんな顔で誰とっつって相手役よ。あ、そうなのっつって。それ何それ消しかけてるやつや。ちょっと気にはなるな。今9時半心配です。だから今から電話する。ちょっと待って。もうやめてよ、もうやめてよ。もうしてます。取らんやろな。心配なの。取ってくれ頼む。取ってくれ、マジで取ってくれ。あ、マリちゃん今ご飯食べてる？何で食べてんの？22ね。22。あ、そう大丈夫ね。そういう感じのやつは大丈夫ね。愛してるから心配で。俺今稚内にいるからしばらく帰らんでいいよ。じゃなくて何？ご家庭のいちごケーキとレーズンバターサンド。レーズンバターサンドね。愛してるかどうかだけ言ってくれ。今日でも優しそうな感じだったね。今日機嫌いいね。機嫌良かったね。やっぱ目の前に男前がいるから。でも電話出るってことはあれ大丈夫です、ね。そう。俺もちょっとじゃあ嫁に。いやそれなんなん。もしもし。もしもし。何？これお土産何が良かったかなと思って。すいません、ごめんね。どうした？ちょっとリマが、あ、ごめんなさい、わかった。めっちゃ怖いんだよ。その筋の方ですか？殺すぞって言われ。警察に言ったら捕まるやつです。ひなた？はい。ひなた、ゆうくんのこと好き？止まり。待って、切らないで。ゆうくんのこと好きか？うん、好きって言って。ああ、ごめん。切らないで。ゆうくんのこと好きって言って。言えない。なんでよ。ゆうくんはひなたのこと好きよ。氷枕取ったり。ごめん、もう一緒取らん。じゃあね。バイバイ。誰でもいいから愛してるって言ってくれ、俺のこと。ペペ。俺。次回、ゴリパラ見聞録、最北の地で見逃すな。